いいね、嬉しいね。子供が食べながら歩くから、おせんべいの粉が落ちてっていうのを見つけるのも大変で、ここ行けちゃうんだもんね、綺麗に行ってくれるじゃんみたいな、もう隅から隅までやるし、やっぱり中とかあんまり見たくなかったりするんで、紙パックっていうのは捨てやすい、私にはすごいぴったりだなって思いましたね。